逃亡犯条例の改正案をめぐり、未だ収まる気配のない香港デモ。行政長官は延期を発表したものの、デモの主催者側は完全撤退を求め、徹底抗戦の様相に。この法案が決まれば、香港から中国本土への容疑者引き渡しが可能になるので、デモに参加して顔が割れてしまった市民も引き下がれない状態です。そんな混沌とした香港ですが、台湾でもデモがあったことはご存知ですか？しかもかなり大規模なデモが。こんばんは、世界の瓦版のエドワードです。しかし、台湾でデモって一体どういうことなのでしょう？日本ではほとんど報じられていないですよね。台北の中央社の報道によると、中国寄りのメディアに抗議するデモが23日、総統府前のケダガラン大通りで行われた。発起人の一人、台湾独立派政党時代力量の立法委員、江国璋氏は中国勢力の浸透に反対する姿勢を示すとともに、放送事業などの監督機関、国家通信電波委員会 NCC は強硬な姿勢を見せるべきだと訴えた。デモは江氏と起業家でインターネット有名人の陳氏の呼びかけで行われた。陳氏は政治や社会問題についてネット上でたびたびコメントすることで知られており、今月中旬にも香港から中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案に絡み、ネットのライブ配信で中国を批判していた。これに加えて台湾の一部メディアが香港での出来事について十分に報道していないとの見方も示していた。ここで注目すべき点は、香港デモへの応援ではなく、中国寄りのメディアに対する抗議デモだということです。雨にもかかわらず会場となった慶福門は、人、人、人、あふれんばかりの人と傘で埋め尽くされ、2014年香港で行われた反政府デモ、雨傘革命を想起させるほどの熱気で包まれました。多くの参加者は若者、お年寄りばかりの沖縄米軍基地移設反対運動とは真逆です。なぜか台湾のデモを取り上げない日本のテレビメディア、香港についても大きな報道には至っていません。でもご存知ですか？日本にとって台湾は生命線だということを。韓国や北朝鮮など朝鮮半島なんかよりもっともっと大切な国だということを。帝国書院が発表した2017年の日本の原油輸入先トップはサウジアラビアの 40.2%、 続いてアラブ首長国連邦 24.2%、 3位カタール 7.3%、 4位クウェート 7.1%、 5位ロシア 5.8%、 その他 15.4% と、実に 78.8% を中東からの原油に頼っているんです。そしてその原油はシーレーン、海上交通路と呼ばれるホルムズ海峡からインド洋、マラッカ海峡から南シナ海、さらに台湾の東側から尖閣諸島付近と沖縄を通ってはるばる中東からやってきているのです。平成28年度版防衛白書にも次のようにシーレーンの重要さが掲載されています。沖縄は米本土やハワイ、グアムなどと比較して我が国の平和と安全にも影響を及ぼし得る朝鮮半島や台湾海峡といった潜在的紛争地域に近い位置にあると同時に、これらの地域との間にいたずらに軍事的緊張を高めない程度の一定の距離を置いているという点を有している。また沖縄は多数の島嶼で構成され、全長約 1200km に及ぶ南西諸島のほぼ中央に所在し、全貿易量の 99% 以上を海上輸送に依存する我が国の海上交通路シーレーンに隣接している。さらに
周辺国から見ると、沖縄は大陸から太平洋にアクセスするにせよ、太平洋から大陸へのアクセスを拒否するにせよ、戦略的に重要な目標となるなど、安全保障上極めて重要な位置にある。全貿易量の 99% 以上が海上輸送によって日本にやってきてるなんて驚きですよね。もし台湾が中国に飲み込まれれば、シーレーンは中国の思いのままです。日本はガソリンだけではなく、生活必需品にまで多大な影響が出るんです。6月24日、トランプ大統領はツイッターでこう発言しています。中国は 91%、日本は 62%、そしてその他多くの国々は中東から原油を輸入している。なぜ私たちが他の国々のために海上航路を守らなければいけないのか。これらの国々は自分たちで自分たちの船を守るべきである。つい先日、日本国籍のタンカーがホルムズ海峡で攻撃されただけに、この言葉には重みがありますよね。そして2013年、笹川平和財団は、南シナ海ルートのシーレーンが妨げられた際の代替案を発表しているんです。一つは、南シナ海からさらに東に進んだインドネシアのロンボク経由。極めて荒い計算では、中東からロンボク経由で太平洋側の日本の港に原油を運ぶための用船費は、当初の2、3ヶ月では140億円程度の値上がりが予想されるが、おそらく半年後から次第に下落し、通常のマラッカ海峡通行に対して月額にして15億円程度の増額に落ち着くものと考えられる。事態発生から1年間では230億円程度の損失となる。これを国民が負担すると1人年間230円であり、大きな経済的損失とはならない。しかし、笹川平和財団はこういう見解も示しているんです。南シナ海の航行が制限される事態が生じれば、原油価格が世界的に高騰することが考えられる。投機筋の対応以下によっては、原油価格が大きく変動することが予想され、国民1人当たり最低でも3120円、月3120円の負担増の計算となると言っているのです。これはあくまでも最低額です。台湾のみならず、南シナ海を虎視眈々と狙っている中国。中国も中東からの石油に依存しています。まともな国であれば、海上封鎖するといったことはありえないでしょう。しかし、このシーレーンを取られてしまえば、常に日本は中国の顔を伺いながら暮らしていくことになるんです。2020年1月には台湾の総統選挙が行われる予定です。中国寄りの国民党が勝つのか、それとも台湾側の民進党が勝利するのか、日本にとっても重要な選挙なんです。戦前の日本では、開戦直前におよそ8割もの原油をアメリカから輸入していたことを忘れてはなりません。ということで、本日はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。